伏見ライフプラザは愛知県名古屋市名各境へ一丁目にある高層ビルである。名古屋都心部にある中小防子をビルとして再開発して有効活用し、都心部に新たな公共施設などを整備するために建設された超高層ビルである。高齢化社会の進展を睨んで開設した高齢者のための学習施設、社地上学園や 環境保護の促進を目指した環境学習センターなどが設置されている。1995年12月1日に開館した環境教育施設。愛称はエコパル名古屋で工房により決定した。ネーミングコンセプトは環境を学ぶ仲間が集まる場所で、エコパルとはエコロジーを意味するエコと仲間を意味するパルから付けられたもの。2018年5月3日にリニューアルオープン。 館内は展示室、バーチャルスタジオ、ワークショップで構成されている。展示室は、公害、環境保全、ゴミ原料、生物多様性、地球温暖化についてのパネル展示が行われているほか、バーチャルスタジオでは、大型スクリーンによる映像とマスコットキャラクター、コパによる解説で、環境問題を学ぶことができる。 またワークショップでは廃材を利用した実験や作品作りを行っている名古屋市環境学習センターに関するカテゴリーありがとうございます。